にちは、中野月です。私は将来イラストレーターに就きたいと思っているので、未来の私の仕事として人間としての感情を大切にするメッセージイラストレーターというものを紹介したいと思います。まずこちらをご覧ください。この2つのイラストはどちらも母へのバースデーカードがテーマとなっています。比べてみてどうですか？実は右が私の描いた絵、左が AI の描いた絵です。 AI はキーワードを入れると1分ぐらいでこのカードを作ってくれましたが、 AI のカードでは私の伝えたい母への感謝の気持ちは伝わらないと思います。そこで私が考えたのがメッセージイラストレーターです。メッセージイラストレーターとはイラストに相手への思いを込めることを重心に置いたイラストレーターのことです。何をするのかというと、例えばレターセットやメッセージカードなど相手に思いを伝えるときに使うもののオーダーメイドです。依頼者が誰に送りたいか、どのようなことを伝えたいかを詳しく聞き、メッセージがよりうまく伝わるようなお手伝いをします。この図は AI と人間がそれぞれメッセージカードを制作するときの流れです。キーワードを入れれば完成品の見た目は AI も人間に負けないものを作ります。しかしそれは他者の描いたイラスト等を集めて出力しただけのものとしてのイラストです。他者のカードのイラストは相手も自分が伝えたいメッセージも違います。ですから私は AI のイラストでは伝えたい真のメッセージは伝わらない。送り手の伝えたいメッセージをそのままもらい手が受け取れるものは AI では描けないと思います。一方、メッセージイラストレーターはイラストを送り手の伝えたい思いを意識して描いています。例えば先ほど見ていただいた私のカードの場合は、好きなものは何ですかと聞いたり、どのような気持ちを伝えたいですかということがイラストレーターが聞いて描いています。このようにお互いにやり取りした上で、相手の思いがこもったこの絵でたった一つのメッセージカードが出来上がります。メッセージイラストレーターは人間と人間の間でしか理解できないメッセージを表現する、いわばメッセージの翻訳者なのです。より送り手の思いを伝えるために、完成品だけではなく制作過程も大切になってくるのではないでしょうか。そこで加えてやりたいこととして、このようなことがあります。まとめとして、私は AI の発展は脅威として過度に恐れないで受け入れるべきだと思います。昔カメラが誕生した際にもこのようなことが起こりましたが、絵にしか表現できないことを制作するようになって、画家は今も存在しています。そのように AI でできないことを人間の仕事にするべきだと思います。またこれからはイラストは制作過程も重視されるようになってくるので、積極的な情報発信が大事になってくるのではないでしょうか。これで私の発表を終わります。ありがとうございました。やはり、イラストレーターなので絵を描くこと仕事はしたいって思っているんですけど、AI も絵をうまい絵を描いているので、AI でできることもあるけど、やっぱりさっき発表で言ったようなメッセージを込めるというか、人と人をつなぐイラストに関しては人間も頑張って負けてられないというか、人間が描いていくべきだなと思ってます。